11月からね、豆彦のメニュー替え及び営業時間の変更等々を、まあやることになってね、そのメニュー替えなんかをずっと考えたり準備したり、まあ今してるんだけど、まあそのお弁当クラブとかね、まあ予約制にしましょうとかね、まあメンバーシップにしてっていうのは、やっぱりコロナの中でこういうことの必要性みたいなものがまあ叫ばれて、そしてまあその中からまあ出てきたアイディアだけどね、やっぱりまあそういうふうにこう世の中がブレーキが踏まれて、今までこれで良かったんだっけみたいなことを見直すっていう機会がまあコロナであったわけですけど、やっぱりそれがまあなんとなく元に戻ればね、そこで必要だったものっていうものが少し薄れてね、また違うものになっていくっていうことは、元に戻るっていうことではなく違うものになっていくってことはあるよなと思っていて、でまあもちろん材料費が上がってます、人がどう足りてませんとかっていう問題はね、飲食店全般にあるでしょうし、まあでも目の前のお客さんが喜んでくれることが幸せなんだとかね、まあいろんな形でまあみんながそれぞれ頑張ってやってるんでしょうけど、でもね、いわゆるビジネスっていうだけで考えていったら、もういろんなことが飲食店は立ち行かなくなってるなって、特に大きいところを見ると思うよね。だからまあこれは何がしか淘汰の波なのか、なんかちょっと違う形にお店もなっていくよなっていうのは、なっていくでしょうねっていうふうには思いますね。まあなので、まあちょっとメニューも刷新してね、でもこれはまあスタッフがいないとできないことだから、スタッフのその様子なんかを見たり、まあ糸島なんかがね、ちょっとやるはずだったものがちょっと今どうなるかは まだわかんないって なったからね、だったらまたその人の入れ替えも含めてね、他の既存のお店の方を見直そうっていうこともあったりして、だから11月からね、東京の方は営業時間等々変わるので、よろしくっていうことです。はい、それでは今日の話題は、善や道徳が通じない？まあいろいろね、11月になればアメリカの大統領選挙があるそうで、まあこれも延期するんじゃないかって言ってる人もいたりね、まあいろいろですけど、まあにしてもですね、なんでいつまでも戦争してんのかっていうのは本当に思うよね。この兵器みたいなものは今ドローンでやるようになったり、まあもしかしたら最近兵器とか、まあいろんな形で兵器はすごく進歩しているんだと思います。まあそもそもインターネットだってね、世界中にあるアメリカの基地をつなぐための通信手段として開発されたって言われているぐらいだからね、やはり戦争によって技術革新が進むってことはあると思うけれどね、もういつまで戦争してんのって思うことは僕は多々ありますね。もうやめたらって
で、これがまあやめられるのかどうかっていうことについては、まあ現実的に見たらやめられないんじゃないってこともある気もするけれど、やっぱり戦争なんていつまでやってんのっていう気は僕はすごくしますね。で、なんでこんなに戦争しちゃうのかっていうね。で、これ戦争してるのはまあ市民、国民、まあ普通の人、普通の人がまあ戦争してるわけじゃないですよね。やっぱり戦争したい人が支配者の中にいて、で、その人たちが、まあ自分たちが安全なところでね、高みの見物という言わんばかりに戦争を仕掛けてるっていうふうに思うんですよ。で、まあ、ただまあそういう支配者を選んでるのは国民だっていう考え方があるので、考え方っていうか、まあそういう仕組みになっているので、まあだからね、まあその支配者を、そういう支配者をなくすことなのか、そういう支配者を選ばない国民にするのか、まあ、はたまたね、その、もちろん政治家だけじゃなく、莫大な利益を上げている企業も含めてですけど、まあ、とにかく戦争をやめたらいいんじゃないのっていうふうに僕は思っています。で、まあ、その戦争に巻き込まれていく国民という人たちがね、その戦争を起こした人たちに対してよりもね、まあ、当事者同士に、のいがみ合い、なんなら身内同士、仲間同士の、蔑み合い、もしくは、まあ、疑心暗鬼による、まあ、ちくり合い、殺し合いみたいなことがあるっていうのを読むとね、まあ本当に、そんなことをしている、暇あったらっていうか、そんなことしてもしょうがないから、もっと上の人を叩けばいいのになって思うけど、やっぱり、それはもう目の前で殴られたり、まあ目の前で自分の子供が、殺されたり、泣かされたりすればね、やっぱりそういう目の前にいる人に攻撃するっていうのはまあ人間の持ってる、動物が持っている、まあ、本能でしょうから、やっぱりこういうのを巧みに利用してというかね、隠れ蓑にして、自分たちの利益のために、まあその利益の、そのまあずる賢いっていうのかな、人たちが自分たちの利益のために戦争を仕掛けて、それに巻き込まれていく国民が、その支配者に対して文句を言うわけでもなく、ただただ巻き込まれていくだけっていうのが、20世紀、アメリカの覇権の時代だったという気がしてならないですね。まあ、という考えを持っているのは、なんかそういうのももう、いい加減終わらないのって、すごく思ってるからです。まあ、いい人、まあ、こういう話をね、僕はラジオでたまにしますけど、それ目の前にいるスタッフや何かにこういう話をするってことは、まあまずないですね。で、なんでないかって言ったら、まああんまりそんな話しても聞こうとしないからです。やっぱりそんな悪い人がいるって思ってる普通の人っていないからね。みんな基本的にはいい人だと思っている。まあ偉い人が、まあ NHK が、朝日新聞が嘘を言うわけないとかね。まあ政府が自分たち国民をそんな貶めるようなことをするわけがないっていう、まあ認識が一般的じゃないですか。で、それはもう、ねえ、いい人って言えばいい人。
だしね。だけどこの仏教の中で言うと六道っていうのがあって、まあ六道っていうのは、天道、人間道、阿修羅道、畜生道、餓鬼道、地獄道、まあこれ6つの道があると言われててね。まあ畜生っていうのはまあ本能的で理性がないもの、餓鬼っていうのは欲望に飢えて苦しむもので、地獄は絶望と苦しみの中で生きるものっていう、まあ仏教ではこの世の中にはこの六道の全てがまあ存在していると言ってるわけですよ。だからまあガキもいるし、畜生もいるし、地獄もいるし、阿修羅もいるしっていう、まあ普通の人間もいるけれど、そうじゃない人たちもまあいるわけで、まあ常に悪意を持っている、もしくは欲望に支配されている人っていうのも必ず世の中にはいるってことですよね。で、まあ支配階級になる人とかね、まあ芸能界で人気のある人とかはね、やっぱりものすごいストレスの多い社会ですから、そのストレスの多い社会でまあなんとか地位を保つ、もしくはそういうところでまあ踏ん張ってやっていく人っていうのはやっぱり並大抵のものじゃないですよ。普通なら壊れちゃうっていうようなものをね、なんとかやってるわけだから。だから僕なんかでは想像のつかないエグさっていうのがあると思うのよね。で、そういう風なところでずっと、まあ、トップでいられる人がみんなね、すごく人間性がいいっていう人たちばかりじゃないでしょうから、逆にすごく、まあそういう自分の欲望を満たすためなら他人の犠牲は厭わないっていうような人がまあいたっておかしくないわけでね。で、こういう人たちがまあいるっていうのを普通の人間の人は考えないからね。みんな話せばわかると思っちゃう。まあ理解、言えば理解してくれると思っちゃう。誤解されてるから、誤解されないようにすればいいと思っちゃう。でもそんなことはないですよね。やっぱり何かを成し遂げた人はね、成し遂げるような人はね、まあ幸せに満ち足れてるっていう人ばかりではないわけで、まあこういう人たちとが支配するとね、それはもう戦争をやることなんかなんでもないよっていう、で、それは自分、あたかも自分が仕掛けたようには絶対に見せないよっていう、もうあなたたちのためにというふうに見せてね、そういうことをする。まあそういう人っていますよね。まあ僕なんかはなるべくそういう人に、まあ普通に生活してたらそういう人ってなかなか出会いにくいけどね。でも、やっぱりどこかにいるでしょう。ああいう政治のニュースを見たりね。なんかああいう兵庫県知事の、なんかああいう瞬きをしなくなっちゃった様子なんかを見るとね、やっぱり、どんだけでも人はえげつないことをするっていう。で、それは、だからニュースを見ただけでは、どっちが善で、どっちが悪だということは分かりにくい。ニュースはそのことを報じないっていうことがあると思うからね。
まあでもそういうことが社会はあるんだと、社会とはえげつないものなんだと、だからなるべくこういう、支配者のね策略に巻き込まれてるふりをしながらも巻き込まれないっていう、庶民のしたたかさ意識っていうのは、まあ高めていかなくちゃいけないよなって、うん、思ったりします。つぶやく間違った。